さんこんばんは。今時間が夜中の12時40分ぐらいです。でまた今日も遅くなっちゃったんですけど、動画の編集がちょっと終わってなくて、つい先ほど動画がアップできたっていうことで、今ちょっとジムに向かってます。ジムの会員さんが飲んでて気になったんでちょっと飲んでみました。トレーニング終わりました。時間が3時10分です。でちょっとこの後シャワー浴びるんですけど、その前に今日の最後の食事をちょっと食べちゃいたいんで、外でちょっと、食べたいと思います。エニタイムは基本的にはまあ、飲食というかお弁当とかは食べれないんで、食事済ませてからシャワー浴びたいと思います。今日のご飯紹介します。炙り焼きそばです。これを食べます。あとはこれです。完全に酒のおつまみなんですけど、で、まあ、これも、まあ、基本的には、高タンパク、低脂質の、食材になるので、この2つもセットにして食べていきたいと思います。辛いですよねこれね。ちょっと唐辛子効いててちょっと辛いですね。まあでもお酒飲む人はこういうのが好きなんでしょうけど、自分も全然飲まないんで、この間でも少しお酒飲みましたね。日本酒でも美味しかったですけどね。ごちそうさまでした。シャワー浴び終わったんで今から、帰りたいんですけど、ちょっと外見たら雨がすごくて、